what's up guys? My name is Lian and welcome to my video! ということで今回の動画は久しぶりに初心者向けの解説動画になります。で前回は建築バトルの解説をしたと思うんですけど、今回はボックスファイトで使える基本的な知識とかを解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 Let's go!でまず最初に一つ目に僕が皆さんに紹介したいのが、敵が詰めてきた時に皆さんって結構このワンボックスを一回作ってこの状態でこもると思います。でこのワンボックスの場合だと敵にこの壁張り替えをされた時にそのままもし敵がめちゃくちゃ上手かった人とかだと屋根とか入れられてもう全く何もできない状態になっちゃうと思うんですよ。こういう風にあやばいやばいやばいってなってやられちゃう時が多いと思うんですけど、これを回避するためにこのあらかじめ一つのボックスではなく二つ作るんですよ。こういう風にこれを2ボックスって言うんですけど、あらかじめ最初から2マスを作っておくことによって敵がもしこう詰めてきて壁を取ったで中の自分があやばい張り替えられたと思ってもすぐにこっちに逃げれる状態にすること でも今回は初心者向きということで、もし敵がこういう風に張り替えてきた時に一瞬でこう後ろに編集したりとか編集するのが結構難しいと思うので、それもその意味も含めてあらかじめもう2つこういう風に作っておけば、その張り替えられてもすぐにもうこっちに移動するだけで、あとはこれをリセットしちゃえばこういう風にまた自分のボックスを作ることができます。でさらにまた敵が詰めてきたら、さらに例えば敵の反対方向の方に編集してまた2マス作るで、この常に2マスを作っておくことで自由に立ち回ること、そのワンボックスであやばいってなってやられることがなくなるのでおすすめです。でこの2マスには一応もう一つメリットがあって、もし敵がもう結構こういう風に何て言うんだろう、詰めてくる人でどん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 中に入ってくる人の場合は自分はどんどん敵からこう逃げていくじゃないですか。でこういう風に敵は追ってきてると思うんですけど、途中であ敵どんどん入ってきてるなって思ったらこっちに出てこの2つを編集して撃つとか、まあ、これはちょっとね編集技術が必要だと思うんですけど、ここら辺は全部もう自分の建築だと思うんですよ。もう2マスどんどん作っていってるから。で途中で追ってきたなと思ったら外からこういう風に一発入れたりとかもできると思うので、まあ、そういう立ち回りもできるので、ぜひ皆さんにはまず公開では必ずこの2マスを作ることを意識してください。で、まあ、この2マス建築の唯一のデメリットとしては資材を結構使っちゃうんですよ。この2マス分使うんで、なので、まあ、いつ使うのっていうことなんですけど、タイミングとしては初動だと結構資材みんな少なめだと思うんであまりおすすめしません。なので中盤とか終盤戦で資材が結構集まってきた時に、例えば敵にやばい削られちゃったって思った時とかにこういう風に2マス1マスではなく必ず2マスを作って立ち回ることで本当に中盤戦終盤戦勝てるようになると思います。なのでぜひ皆さんこれ使ってみてください。次に2つ目に皆さんに紹介したい技はカウンターです。まあ、カウンターって言ってもいろいろやり方があるんですけど、基本的に自分が守りに入ってる時に使える技で、例えばこういう風に自分が守ってて原理としては壁が壊れた瞬間にその隙間に自分が一発当ててすぐに壁を建築する、これがカウンターの原理です。でもこのカウンターのタイミングをつかむのってめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、僕も結構ウォーミングアップの時とかにクリエイティブで練習してて、普通に床を建築して打ってすぐに壁建築、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 これがまあカウンターの練習になります。で本当に弾が出てるのって心配な方はその奥にも壁をもう建築しちゃって打ってすぐに壁建築、こうすることでしっかりと弾はこの奥の壁に当たって、で打った瞬間にこういう風に自分の正面にも壁を建築します。でこれがうまくできるようになれば実戦でもカウンターを入れるようにできると思うんで、ぜひ皆さんもこの練習してみてください。ちなみに壁のカウンターだけじゃなくて敵が結構こういう風に上から詰めてくる時もあると思うんですよ。これ敵視点なんですけど、敵がまず最初にこの屋根を壊してこうするじゃないですか。で次にこの床を壊してくると思うんですけど、そのタイミングに合わせて床が壊れる瞬間にこういう感じで打ってすぐに床を建築、このカウンターの練習も結構実践で使うと思うのでおすすめです。この2つのカウンターはタイミングをつかむのが難しいんですけど、まあ、普通にクリエイティブで1人で練習できるし本当に実践で使えるようになると強いので、ぜひ皆さん使ってみてください。次に3つ目はボックスファイトで使える一番おすすめの編集技ですね。それを皆さんに紹介したいと思います。でも結構今プロとかを見るとみんな使ってるのがこの右上三角だと思うんですよ。この編集こういう風にして一発当てるみたいな、この技がめちゃくちゃ流行ってると思うんですけど、この技って結構実戦で使おうとするとミスとかがあって、あできなかったとか、あやばい編集ミスったとかって多いと思うんですよ。なので一番シンプルかつ強いのは
窓編集、これが一番強いです。例えば敵が詰めてきた時に、あ、来た来たと思ったら一瞬窓を編集して一発当ててリセット、これですね。これだけで敵に一発与えることができるので、このわざわざ右上三角をこういう風にシャーってしなくても、これだけでいいのでぜひ使ってみてください。でもこの窓編集をするときにあたって一番避けたいのが窓の右側に立つこと、これだけは絶対に避けてください。どの、例えば左側の窓でも真ん中の窓でも右側の窓でも、窓の右側ではなく必ず左側に立つようにしてください。理由としてはフォートナイトにはライトハンドピークがあるので、敵を右側に置くことで有利に立ち回ることができるので、左側に立っちゃうと逆に不利な位置になっちゃうんで必ず右に立ってください。まあここにいてもいいんですけど、ここにいちゃうと、まあ、敵からのダメージもめちゃくちゃ食らいやすいと思うので、もうこれ敵視点から見たら完全にフィッシュスティックの頭丸見えなんでね、この編集するときにこんな感じですね、こんな感じで編集してこんな感じですね。でもこの窓編集なんですけど、詰めるときも実は使えて、敵がこういう風にこもってるときに張り替えた後に、みんな結構この右上三角こちらもしようとすると思うんですけど、これミスっちゃうと結局敵に逃げる隙を与えてもったいないんですよ。なんで一番早いのはこの壁張り替えをして自分のにできたと思ったらすぐに窓編集をして一発当ててリセット、これの方がミスもめちゃくちゃ少なく、まあ、敵に一発ね確実に当てることができると思うので、もっと上級者向けに言うなら窓編集で屋根を入れてもいいと思います。こんな感じで、なので、まあ、フルモーションで見せると壁を張り替えます、ですぐに張り替えたら中に編集して窓で中に屋根で、そしたら敵がもうなんかこの中でピョンピョンしてると思うので、当てる。右上三角もねめちゃくちゃかっこよく見えるし強いんですけど、まあ、窓もねこんな感じでめちゃくちゃ使えるので、まあ、編集が苦手な方とかは特に使ってみてください。次にボックスファイトで自分が攻める側の時、詰める時に意識した方がいいこととか使える小技を紹介していきたいと思います。でまあ自分が攻める側の時って最初にこの壁張り替えをしようとすると思うんですよ。でこの時によくあるミスなんですけど、スルハシで張り替える時に絶対に2回連続で振らないでください。でまあ、理由としてはツルハシを2回振るのって敵からしたらめちゃくちゃカウンターを入れやすいんですよ。2回目振ってきたところでショットガン撃とうってなるので、なので必ず張り替える時はツルハシで1回殴ってから武器を出すようにしてください。でこうすることでカウンターを入れられにくくなるし、そのもし敵が2回目壊してきそうだなと思ってカウンターを入れようとするときに、自分はもうスラッシュ1回振って武器を出してるんで、ちょうど敵と合わせて一発入れることができるんですよ。なんで自分だけがダメージを食らうことがなくなるっていう状況にすることができるので、必ず張り替えるときは1回殴ってから武器を出すようにしてください。でこれはツルハシで張り替える時のことなんですけど、もっと安全に張り替えるには武器 AR とか SMG とかで張り替えるのがおすすめです。というのも普通に AR を連射して壊れた瞬間に壁張り替え、こんな感じで壊れた瞬間に壁を張ることで、この張り替えの方が読まれにくいんですよ。そのツルハシを振った時に建築じゃなくて、スカーを打つ時ってこのモーションがない、いきなり打つじゃないですか。これってツルハシだと振って壊れる、振って壊れるっていうこのモーションが好きになっちゃうんですけど、武器の場合はそれがないのでめちゃくちゃ安全に壁張り替えをすることができます。これもまたちょっとねタイミングが難しいんですけどおすすめです。なので、まあ、ちょっとおさらいすると、ツルハシで張り替えるときは一発殴ってすぐに武器を出す、そして2回目張り替えるで武器を出すって感じですね。で AR とか SMG で張り替えるときは普通に連射して壊れた瞬間に壁を建築する、この張り替えもめちゃくちゃ強いです。でそのままあの先ほど紹介した窓編集で一発当てるのもいいし、右上三角で一発当てるのもありだと思うんですけど、これからは壁張り替えするときはこんな感じで張り替えてみてください。次に壁を張り替えるときなんですけど、張り替えるときは基本的に敵のボックスから左側に立つようにしてください。正面とか右に立ってしまうと敵からしたらめちゃくちゃこういう風に、例えば右上三角でカウンター入れやすかったり、窓編集でカウンターを入れやすいんで敵からしたら。でこの時だと敵はこの壁も編集できるじゃないですか。なのでここに正面に壁を建築して、ここの壁を狙ってください。正面の壁なのでこういう風に自分の壁をここで建築して、こう左から右の壁を詰める、で張り替えできたらいいなって感じ。でさらにここに階段建築するとちょっと上からこういう風に張り替えることもできるので、これもおすすめです。こういう感じで敵のボックスから左に壁と階段を建築することで、もし敵がめちゃくちゃ上手い人でこの右上三角をした時にこういう状態になると思うんですけど、こっち視点から見ると右上三角でもこの階段でちょっと自分の体を上にすることでこういう風に
たりと敵にもダメージを与えることができるんですよ。なのでこの壁階段は右上三角の対策にもなるのでめちゃくちゃおすすめです。こんな感じの立ち回りもできるのでぜひ皆さんこれ詰めるときは左側から詰めるようにしてください。以上が今回僕が初心者向けのボックスファイトの講座で皆さんに紹介したかった技です。で今回結構いろんなことを僕言ったと思うんですけど全部いっぺんにやるのは難しいと思うのでまあちょっとずつ一つ例えばこの動画でこれできるようになりたいなと思ったやつを決めてそれを集中的に練習してそれができるようになったら次じゃあこっちをやってみようみたいな感じで一つ一つやっていくのがまあ覚えるコツだと思うのでぜひ皆さん練習してやってみてください。ということで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでも参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。